チャールズ・ネルソン・プレイはアメリカ合衆国、モンタナ州の政治家。所属政党は共和党。1907年から連邦下院議員を3期務めたほか、モンタナ州地区連邦地方裁判所で裁判官として長年活躍した。1868年4月6日、プレイはニューヨーク州セントローレンス郡ポツダムに生まれた。地元の公立学校を卒業後、 ミドルベリー大学に通い、1891年にイリノイ工科大学のシカゴ法科大学を卒業し、学士を取得した。翌年に弁護士資格を取得し、1893年からイリノイ州シカゴで弁護士事務所を開いた。1896年からモンタナ州フォートベントンに移住し、弁護士活動を続けた。 1897年から、モンタナ州州党軍第12司法地区の検事違法を務め、1899年から1906年まで、同地区の検事を務めた。プレイは1906年連邦会議員選挙に、共和党から出馬し28,268票を獲得し、民主党の T.J. ウォルシュ、社会党のジョン・ハドソン、 人民党の J.H. カルダーヘッドを破り、当選を果たした。1907年3月4日から1913年3月3日まで、会議員の任期を務めた。任期中には1909年拡大ホームステッド法の成立に携わった。その後のモンタナ州では、同法の成立を契機に、移住ブームが発生し、10年で州の人口は10万人、増加し、 農場の数が2倍になるなど大きな発展を遂げることになった。その後、1912年選挙で再選を目指したが落選した。1914年からモンタナ州カスケード郡グレートホールズで弁護士業を再開し一時政界から離れた。1916年のアメリカ上院議員選挙で政界復帰を目論むも落選した。 1924年1月21日、カルビン・クーリッチ大統領により、モンタナ州地区連邦地方裁判所の裁判官に指名された。1924年2月8日にアメリカ上院で承認され、同日に任命された。1948年から1957年まで主席判事を務めた。1957年4月10日に、 順位引退扱いのシニアステータスとなった。1963年9月12日、グレートホールズで死去。ヒルクレストローン記念墓地に埋葬された。ありがとうございます。